こんにちは、料理研究家高橋芳郎です。今回作るのはフレンチトーストです。フレンチトーストは簡単なんですけれども、作る人によって全然仕上がりが変わりますよね。今回はバターの代わりにココナッツオイルを使っているのも一つポイントです。それでは作っていきましょう。フレンチトーストです。はじめにアパレイユを作ります。アパレイユとは流動性の生地で卵や牛乳を混ぜ合わせたものです。今回は卵、牛乳に加えてグラニュー糖を使用します。卵、牛乳、グラニュー糖をしっかり混ぜ合わせます。今回は溶けやすいグラニュー糖を使用しています。甘さの加減はお好みで調整していただくのが良いですが、シロップなどをかける場合は甘さ控えめの方がおすすめです。パンをアパレイユに両面くぐらせて優しく絞ります。アパレイユに生クリームを入れて濃厚にしたり、ココアなどを混ぜてココア風味のフレンチトーストにしたり、ここでアレンジの幅が広がります。私はパンの食感がある方が好きなので、浸すのは一瞬にしています。長くつければその分しっとりとした仕上がりになります。24時間浸してから焼くお店もありますが、アパレイユと同様に作り方はお店によってもだいぶ異なりますので、お好みの時間や味を探し見るのも楽しいと思います。パンを焼いて盛り付けをしていきます。温めたフライパンにココナッツオイルをひいてパンを入れます。そして弱火から中火で両面にうっすら焼き色がつくまで加熱します。時々パンをオイルに含ませながら焼いてください。バターでも美味しく作れますが、ココナッツオイルの穏やかな甘みと香りはフレンチトーストと相性抜群なのでおすすめです。盛り付けです。フレンチトーストの盛り付け方はパンの大きさや切り方によって変えます。焼いたパン、生クリーム、ミックスベリー、ミントを添えます。右下に空いたスペースがありますので、小さいフォークとスプーンをセットして粉糖を全体に振ります。そしてフォークとスプーンを取ると、その模様がきれいに残ります。最後にメープルシロップを回しかけて完成です。フォークとスプーンを使った模様はパンケーキなど他のお菓子を盛り付ける際にも使えるテクニックなので、ぜひ試してみてください。器が白ければ粉糖の代わりにココアを使用していただいても綺麗に仕上がります。お好みのフルーツやアイスなどを添えてお召し上がりください。このレシピの分量はこちらです。詳しい作り方はレシピページをご覧ください。スマートフォンからご覧いただいている方はこの動画の説明文のリンクから飛ぶことができます。ぜひ作ってみてください。フレンチトーストはいかがでしたでしょうか。いろんなパンで作れますけれども、やっぱり私はフランスパンで作るのが一番好きです。皆様もぜひお好みのパンで作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。毎週火曜日、金曜日、料理動画を更新していますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。